はい、どうも皆さんこんにちは。迷彩ウルフということでね、ガウガウということでね、まあ過去にね、なんか恐竜がね、子供の時好きだったんで、まあ今も嫌いじゃないんですけど、もう一個あるんですよね、僕子供の時実は好きだったやつが。はい、ということでね、正解はゴジラでした。恐竜みたいなもんですよね、ゴジラも。このフィギュアはあのファイナルウォーズの、50周年やったかな、ファイナルウォーズの時のフィギュアですね。コンビニかどっかでなんか友達と一緒に買いに行ったんですよね。これゴジラとガイガンですね、こっち。うん、この大きさのゴジラやったらすぐやられちゃいますよね。これ90式で一発でしょ、もうドーンってもうパタって、もうこれで映画終わりですよ。本題に移るんですけど、今回買ったもの、そちらにもうすでに置いてあります。はい、ちょっと見てみましょうか。今回買ったのはこちらです。気流発進、今回買ったのはこちらですね。ゴジラとメカゴジラの、に出てきた三式気流のプラモデルですね。こちら買いました。ドーン。驚きの1万5000円とね、ちょっと高いですけども、買っちゃいましたね。ちょっと欲しくなっちゃって。うん。その、なんか今映画ゴジラやってるじゃないですか。新しくリメイクされたやつ。僕見てないんですけど。あれで、そのゴジラを思い出して、で YouTube でファイナルウォーズ見て、まあかっこいいなということで。で僕自衛隊好きじゃないですか。うん、でメーカーゴジラ欲しいなと思って買っちゃいました。今回こちら、三式気流のプラモデル買ってみました。まあ組み立てにはねちょっと時間かかると思うんですけど、まあゆっくりね、まあお値段がお値段なんでね、1万5000円するんでね、ちょっとゆっくり組み立てたいと思います。はい、まあ、組み立ったらね、また動画撮りますんで、そちら見てください。はい、じゃあ短いですけどこの辺で終わりたいと思います。これで君も気流体だ。